松井秀喜がヤンキースに移籍した2003年シーズン、松井と入れ違いでファンの度肝を抜くホームランを連発した男、タイロン・ウッズ。今回は日本プロ野球6年間で240本ものホームランを放ったタイロン・ウッズのキャリアを振り返ります。アメリカ・フロリダ州で育ったウッズは1988年にエクスポズと契約し、メジャー昇格を志します。その後、96年に AA で打率3割1分2厘、ホームラン25本と好成績を残しましたが、結局メジャー昇格とはならず、98年からは韓国プロ野球ドゥーサンベアーズでプレーすることとなります。韓国では1年目に当時歴代最多の42本塁打を放ち、本塁打打点の2冠王に輝くと、5年間で通算174本ものホームランを放ち、韓国プロ野球で史上歴代最強の外国人と呼ばれるまでになりました。そして韓国で活躍を見せたウッズは2003年から横浜でプレーすることが決まります。ただ韓国の投手は日本の投手よりレベルが落ちると言われていただけでなく、同じくファーストで入団したメジャーリーガーのスティーブ・コックスが年俸3億2000万円に対し、メジャー経験が全くないウッズは6分の1の5000万円とコックスの控えという位置づけでほとんど期待されていませんでした。実際、春季キャンプの初日もフリー打撃で空振りを連発。ただ体が動き出した2月6日には宜野湾球場のバックスクリーンを超える推定165メートル弾を放つと、翌7日にコックスが走塁練習中に右膝を負傷。これがまさに運命の分かれ道。ここから2人の評価は逆転することとなります。そして2003年シーズンは開幕戦に4番ファーストで出場。開幕当初は変化球に苦しむこととなりますが、打撃コーチの高木義和からの助言を受け、右方向への打撃を意識したところから成績を伸ばし始めます。そして結局4月はホームラン7本、5月は打率3割飛んで3厘、ホームラン10本、打点23で月間 MVP を受賞。この年、チームは45勝94敗1分けで、首位阪神と 42.5 ゲーム差をつけられ最下位に沈みますが、そんな中でウッズは最終的に打率2割7分3厘、ホームラン40本、打点87で、日本1年目からホームラン王を獲得したのでした。翌2004年も4番に座ると、他球団からの徹底マークを受けることとなりますが、最終的に打率2割9分8厘、ホームラン45本、打点103で2年連続のホームラン王を獲得。横浜で堂々の成績を残したウッズですが、球団とは金銭面での折り合いがつかず、2004年オフ、中日に球団史上最高額の5億円で移籍が決まります。今までホームランのタイトルはたくさん取ってきた、でもそれより一番欲しいのは優勝だった、このチームで優勝したいと、2年連続最下位に終わった横浜から勝つことを求め、中日でプレーすることとなります。中日1年目の2005年シーズンは藤井秀悟の頭部付近の投球に激怒し殴ったことで退場、さらに10試合出場停止処分を受けますが、4番として最終的に打率3割飛んで6厘、ホームラン38本、打点103の好成績をマーク。ここまで期待に応える打撃成績を残したウッズですが、チャンスではあまりいい成績を残せておらず、翌2006年は得点圏での打撃を改善すべく、2ストライクとなった後にボールをギリギリまで引きつけてミートする新打法に取り組みます。するとこれが功を奏し、この年はセリーグ史上2人目の1シーズン4本の満塁弾。10月10日の巨人戦では4回にライトスタンドへ46号先制スリーラン、延長12回に左中間席へ47号満塁ホームランを放ち、ベンチ前で監督の落合と抱擁したシーンを覚えているファンも多いのではないでしょうか。そしてこの年は最終的に打率3割1分、ホームラン47本、打点144と、37歳にしてキャリアハイの数字で本塁打と打点の2冠に輝き、チームのリーグ優勝に大きく貢献。ウッズが中日で活躍できた背景にはストレスフリーの環境がありました。あいつは放っておいても成績を残すよ、だから自由にやらせている、そう落合は言い、遠征先で雨天中止となり、自宅に帰りたいと言えば許可され、試合日以外は完全フリー。
この特別待遇にウッズは応えたのでした。翌2007年もウッズのバットは火を吹き、8月16日の阪神戦で日本通算205本塁打を達成。そして最終的に前年よりもやや成績を落としましたが、それでも打率2割7分、ホームラン35本、打点103という好成績を残します。またクライマックスシリーズでもファーストステージ、セカンドステージともに初戦でホームランを放つなど活躍を見せ、チームの日本一に貢献しました。翌2008年シーズンは不調からスタメンを外されることもありましたが、最終的には35本のホームランを放ち、来日以降6年連続での35本塁打以上を記録することとなります。またクライマックスシリーズでは7試合で5本のホームランという驚異の成績を残しました。ただこの年はシーズンの得点圏打率が2割2分7厘とチャンスで凡退する場面が目立っただけでなく、守備面の不安、39歳という高齢かつ年俸6億という高額な年俸がネックとなり、中日を退団することとなります。その後 DH があるパリーグへの移籍が予想されましたが、ここでも高年俸、高齢がネックとなり、獲得に名乗り出る球団はなく、まだまだできると惜しむ声が多い中で事実上の引退となりました。来日6年間で打率2割8分9厘、ホームラン240本、打点616とまさに伝説級の成績を残したタイロン・ウッズ。広い名古屋ドームを本拠地にしながらこれだけのホームランを量産することは至難の技です。レフトに規格外の飛距離でホームランを放ったことはもちろん、逆方向のライトに突き刺すような弾丸アーチと広角にスタンドへ飛ばす打撃技術にファンは酔いしれました。そんなウッズもパワーのみで成績を残したわけではありません。日本ではインサイドが打てず成績が残せない外国人選手が多くいますが、ウッズも決してインサイドが得意ではなかったといいます。それでもややホームから離れて立つことでインサイドを克服し、リーチの長さという利点を生かし、外寄りの球でも長打を量産したのでした。メジャーでの経験がなく日本でこそ絶対に成功するというハングリーさを持ち合わせたからこそ圧倒的な成績を残したのではないでしょうか。メジャー昇格を志したものの、その夢が叶わず、日本にやってきた時もコックスの控えという立ち位置だったウッズ。それでも努力を重ねて来日当初の評価を覆し、球界を代表するホームランバッターにまで上り詰めました。自分を信じて努力する、これは言葉にすることは簡単ですが、なかなかできることではありません。ただ成し遂げたい目標があるなら自分を信じ続けること、そして愚直に努力し続けるしかない、そうタイロン・ウッズの野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。